こです。今日はツーリングでーす、はい、今日はシアルフでツーリングに行きたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。はい、今日のバイクたち見事にホンダ車ばっかり、バジャーとシアルフと、ラリーとなんかよくわかんないやつで行ってきたいと思います。はい、というわけで始まりました。あ、富士山。じゃあ CRF の動画を出すのはちょっと久しぶりかな、夏ぶりかな。売ってないからね CRF 結構コメントで CRF 売ったんですかってコメントあるんですけど、売ってないですからね、乗ってますからね。 CRF 買って1年ちょっと経ったんですけど、この子で林道行くの初めてなんですよ。というのももうオフロード走行自体初ですね、この子で。ずっと行きたい行きたいは思ってたんだけど、なかなか一人で行けるようなところではないし、道わかんないし、こうなかったら怖いから、こうやってねみんなと行ける日を待ってたら1年以上経ってしまいました。このメンバーでねいつも林道に行くんだけど、まあ、林道の楽しさを教えてくれたものもこのね一番前を走る先生のおかげなので、おそらくあのセローで走った林道がなければ私は CRF 乗ってませんからね。楽しみだな。やってきました、林道。じゃーん、綺麗、すごいいい感じです。綺麗だ。よし、いざ出陣。それ。あ、全然大丈夫。全然怖くない。期待に添えない映像になってしまうかもしれない。ああ、やだー。ああ、ちょっと待って。やばいよ。まあ、多分最初に来た時よりは心の余裕があるはずあ、でもシアリーフ走りやすいな。なんかそんなにこう振動が来ないよ。おー、カーブは苦手です。いや、本当は今日オフヘルでね走りたかったんだけど、 GoPro がつけられなくって、まあ、ちょんまげスタイルもありだと思うんだけど、ちょんまげスタイルとだとさ、こう電源のオンオフがね難しそうだから、いつも通りの GTR2 で走ってます。よいしょ、先生の真似をしよう。わあ、めっちゃ泥先生の真似。わわ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 はい、コンビニに着きました。そんなに泥ついてないかな。ここでお昼ご飯を買いたいと思います。ご飯をいっぱい買いました。それからまた山を登ってご飯を食べていきたいと思います。さあ、ただいまですね、お昼ご飯買って走ってる。やばーい、やばい、水たまりが、急に水たまりすごくない？泥になってる、泥になってるよ。ねえ、大丈夫あの人。ねえ、やばいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、先生がやばいことになってた。絶対びしょびしょだよ。いえいえ、鋭角なカーブが怖い。いいぞいいぞ。あー、すすきいっぱい。あー、着いた。はい、
到着しました。今ご飯を用意してくれます。こんな感じでお願いします。超気持ちいい。今日ちょっと曇りだから見えないけど、あっちに見えるのが真鶴半島です。はい、ではご飯食べ終わりましたので、またね、また戻って下っていきたいと思います。楽しかった。ちょっとね、天気微妙だったけど最高。ご飯美味しい。いやすごい道走ってる。なに見えない。落ち葉すぎて、なんか落ち葉があるとさ、どんだけ輪立ちがあるのかが分かんなくて、変なとこ走っちゃったりね、岩とか避けられないからちょっと怖い。あ、やばいかも。変な方行っちゃった。やばいかも。あー、やばいかも。あー、あれー、あれー、戻れない。左、左。あ、あ、すごい。いやー、楽しかった。カメラが回ってないところですってんころりして森の中にダイブしました。こういうことがあるから一人じゃいけないよね。本当に皆さんありがとうございます。すいませんって感じです。でもなんかすごい楽しい。ハプニングもオフロードやってんなって感じですね。なんかちょっと角度おかしいなこの人。帰る前に洗車してあげよう。ドロドロだから。なんかすごい道走ってる。あ、すごい怖っ。すごい、何ここ、すごいみかん畑なのかな。すごい景色のいいとこに来ました。おー、いいね。すごい赤赤黒、すごいいい感じ。映えてますね。はい、というわけで今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Get gone.